石川県立金沢工業高等学校は石川県金沢市大場町に所在する公立の高等学校。私立学校の旧実践商業高等学校を石川県が買取発足に至った経緯がある。開校初期は市内で6番手の進学校だったが、その後進学より就職する生徒が多くなった。卒業生には公務員や会社員で勤める人もおり、 地元で働く人が多い。また、俳優や落語家などで活躍している人がいて、その活躍ぶりはある程度知らされている。活躍する業界範囲もやや広く、進む学校でない割には認知度が高いのが特徴である。また進学においても、私立大学や専門学校へ行く生徒が多く、国公立大学へ行く生徒は少ないが、進学先地域の範囲は極めて広い。 しかしその傾向は狭くなりつつある。総合教育科目として、金沢学ぶという科目が設けて、学外活動や発表会を行っている。また、図書室の一般開放や公開講座も行っている。ちなみに、校歌の作詞者は、日本百名山の著者、深田久也である。元は、石川県の私立学校法人稲城学園設置の、清涼高等学校とは、 姉妹校の実践商業高等学校であったが、1970年に石川県に運営が移管されて、現在に至る。平成12年度から単位制に変わり、5つの計が設置された。また、平成15年度から2学期制となる。望ましい生活習慣の確立学力の工場部活動の奨励個性、能力の慎重創造性。 感性の育成深度指導の徹底バドミントンやアーチェリー、馬術が強く、バドミントンでは毎年全国大会出場を遂げており、アーチェリーや馬術では好成績を残している。最近では野球部が2001年夏の県大会でベスト4まで進んだことがある。かつてはラグビーやバレーボールが強かったが衰退の一途をたどってしまい、バレーボール部は 復活を目指している。この項目は Wiki プロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。